おはようございます。会長です。現在僕は藤枝市岡部に来ております。右手に見えますのは玉露の里という場所です。なぜここにいるかというと、これからの峠越えに備えて糖分補給をするためです。玉露の里はサイクリストに人気のスポットで、休憩所として立ち寄る方が多いです。またこちらで販売されているソフトクリームが絶品なので、それを目当てにやってくる方も一定数いるようです。今回は糖分補給のためソフトクリームを食べたいと思います。サイクルラックに自転車をかけて施錠をしておきます。施錠が終わりました。撮影当日は平日ということもあり、面白いことに人が全くいません。休日であれば駐車場は車で埋め尽くされ、ソフトクリームを食べることさえ困難を極めます。ですが大学生であれば春休みという特権を行使して、ほぼ貸し切りで過ごすことができます。玉露の里は静岡県内にある道の駅25箇所のうちの一つです。山間部にあるため、地震や台風による災害の影響を受けやすく、それに配慮した作りになっているようです。また敷地内には所々にベンチや椅子が多く設置されており、休日には多くの人が訪れることを暗示しているように見えます。ここでふと一つのパネルに目が留まりました。金箔玉露ソフトと書かれています。価格は880円となかなかの強気価格です。英語や中国語で説明が書かれているあたり、観光客向けのソフトクリームであると考えられます。歩いていると玉露の里の地図がありましたので、少し覗いてみます。現在位置と赤く書かれている場所が今僕のいるところです。駐車場は地図では右上に書かれています。地図中央には朝比奈川が流れており、対岸に玉露の里があります。川に架けられている2箇所の橋を渡ることで茶室に行くことができます。駐車場は相変わらずガラ空きです。お手洗いの前に設置されているこちらの自販機には、右下には週休都市とあり、藤枝市がサッカーを盛んであるとアピールしていることがわかります。こちらには親切なことにロードバイク用駐輪場と書かれた案内板がありました。それでは玉露の里に来た目的であるソフトクリームを食べたいと思います。今回食べるのは玉露ソフトという名前のソフトクリームです。価格は金箔玉露ソフトの半額です。注文するには建物の中に入り、右手にあるレジで支払いをします。なかなか重みのあるソフトクリームです。綺麗なお茶色をしており、食欲がそそられます。ここでせっかくなので、皆さんにこちらのソフトクリームに使われている玉露について少しご説明をさせていただきます。玉露は栽培方法が少し特殊となっており、日光を遮るカーテンをかぶせて栽培をしています。遮光率は 70% から時間が経つにつれて 90% まで上げていきます。日光を遮って栽培をするため、少ない日光で光合成を行うために葉緑体が多くなります。そのため玉露は濃い緑色が特徴的です。当然葉緑体の働きによって、苦味・渋み成分であるテアニンは通常より多く生成されます。また玉露はカフェイン量が多いのですが、遮光による栽培方法の過程でカフェインの働きを緩やかにするテアニンが多く生成されるので、カフェインとテアニンで拮抗が起こり、カフェイン含有量の割に効果が出にくいと言われています。食べてみるとテアニンの影響か、玉露らしい渋みのある味がしますが、ソフトクリームなので食べやすい甘さになっていました。400円でコーンの中までソフトクリームが入っていたので大満足です。親切なことに分かりやすくゴミ箱が設置されています。いい感じに体が冷えましたので、そろそろ出発しようと思います。あちらに見えますのはもちろん玉露の里。あの建物は茶室、氷月亭と言われています。それでは今回の目的地である釣り場に向かいたいと思います。まずは目の前に見えている県道203号を道なりに進み、トンザー峠を目指します。左手には対岸に渡るための橋が見えています。今度訪れる時は茶室の方も見に行きたいと思います。この辺りは山間部でありながらも住居が多いように感じます。玉露の里の影響かは分かりませんが、観光地には人が多く集まるため、それに関わる人が住んでいるということも関係しているのでしょう。のんびりとしていてとてもいい場所です。親切なことに玉露の里 400m 手前と書かれた白い看板がありました。初見で玉露の里を見つけられなかった場合も安心です。
ここの道路は赤い塗装がされていますが、これは駐車禁止エリア、事故多発区域として注意喚起を目的に塗装されているようです。サイクリストの方とすれ違ったので会釈をしました。このようなカーブでは滑り止めのためであったり、歩道部と車道部の区別のために塗装がされているようです。トンザー峠まではまだ先ですが、車通りが少なく自然の景色を楽しみながら走っていればむしろ短く感じるものです。分岐地点まで来ました。標識にはまっすぐ行けば静岡方面、左に行けば玉取方面と書かれていました。今回は左に曲がり玉取方面へ進みます。この辺りから工事関係の看板が増えてきました。ここは工事のため一車線となっていました。どうやら護岸工事をしているようです。この地域は川のカーブがきつく急流なため、大雨が降るたびに激しい浸食が起きているようです。そのため放っておくと道路まで浸食が進み、山間部と下界で交通網の断絶が起きてしまいます。山間部の護岸工事は非常に大事なインフラ工事といえます。だいぶ山奥まで来ました。看板を通り過ぎてしまいましたが、ここは県道210号、相又岡部線です。名前に相又とありますが、実は相又まで開通はしていません。岡部側の工事は完了していますが、相又側の区間は工事が終わっておらず、相又岡部線とありますが未開通となっています。この理由がこの後判明します。ではどうやって通るのかというと、相又より一つ東側の谷筋にあるトンザーからトンザー峠に至る道、つまり県道362号に抜けるルートを通るしかありません。これが地獄の始まりでした。川は泥色になっており、上流で何かが起きているような、そんな不吉な予感を感じることができます。分岐点まで来ました。左手に進むと渓流釣りが楽しめる山目の里があります。今回はトンザー峠に行くため直進します。入り口には落石注意の標識があり、不安を煽られるばかりです。ここから一気に斜度がきつくなり、峠道の片鱗を見せつけてきます。だいたい 8% から 10% でした。左手に倒木がありますね。路面は濡れており、ところどころに小石が散らばっています。ここで前方から静岡市パトロールカーがやってきました。監視が必要なほど危険な場所ということでしょう。右手のフェンスを突き破り、土石流が道路を半分ほど塞いでおります。序盤からインパクトのある景色が待ち構えていましたね。左手にまた標識がありましたが、これは沢の起点を表す標識です。ここは雪沢と呼ばれる沢です。雪沢は朝比奈川上流にある沢で、450メートルの長さですが、右岸と左岸の2箇所を雪沢と指しており、ざっくり言うと朝比奈川の源流です。先ほどのような危険な場所は徐行するのが基本ですが、僕は賓客のため嫌でも徐行せざるを得ません。これはこれで安全なので大丈夫でしょう。そんなことを考えながら登っていますと、分岐点がありました。とりあえず道なりに進めばいいだろうと思っていると、実は道なりに進むと行き止まりと書いてあり、急いで方向転換をします。危うく行き止まりまで進み絶望するところでした。間一髪で分岐点を過ぎ、この先からは杉林に囲まれた山道を走ります。夏であれば綺麗な景色だなと楽しむことができますが、この時は花粉の季節、きつい上り坂で呼吸は荒くなり、花粉が容易に侵入してしまいます。左手にはすでに見慣れてしまいましたが、土石流の跡があります。静岡県は全国でも3本の指に入る杉林の造林地帯であり、この場所のように杉林が多く植林されています。杉は建材として非常に優秀ですが、手入れが大変です。まず間伐を行わなければ、山肌の保護を担当する草や細い木が生えてきません。また手入れの行き届いていない杉林では、大雨が降ると一気に山肌が削られやすく、土砂崩れを引き起こしてしまいます。やはり所々崩れていますね。絶望のヒルクライムを続けること20分、峠の頂上に来ました。それにしても非常に急な道でした。頂上には開通記念碑が鎮座していました。右手には交通安全を祈願するためと思われる社があります。トンザー峠交通観音海岸と書いてありますね。一方で左手には地蔵尊の社があります。本来地蔵尊は野道や参道で風雨にさらされながらも光徳を求め、心の救いを求めるすがるものなき悲しいものに恵みを与えた仏です。一般的にはお地蔵さんという名で親しまれています。こちらには建設に関わった人物と着工から完成までの遍歴が彫られています。
今でいうトンザー峠は静岡市側のトンザーから藤枝市側の小布杉までの道を言います。当たり前ですが、林道は視界が悪く、その環境ゆえに事故が起こりやすい場所です。速度は抑えて走る必要があります。地蔵村の裏手にはイノシシ類、ショレイ等と読むかよくわかりませんが、野生動物のお墓だということは確かです。すぐ近くには野鳥捕獲禁止の注意看板があります。疲れも取れてきたので下っていきます。トンザー側は路面の状態が非常に悪いので速度を落として進みます。相変わらずどこを見ても杉林しかありませんね。おそらく静岡市側も人工的な造林でしょう。目立った土砂崩れは見当たりません。しばらく下っていると今日一番の土石流の後に遭遇します。道が左から右へと削られているかのように貫通していました。この光景を見た瞬間に思わず止まってしまいました。なんだこれや。ガードレールが完全にもなくなってる。ガードレールがちぎれてなくなっています。こちらのガードレールは粘土のようにぐちゃぐちゃに曲がっています。交通事故でもここまで曲がっているガードレールを見たことはありません。ここだけを見ても土石流の恐ろしさを容易に知ることができます。反対側はごっそりと削られており、元から川が流れていたのではないかと思わざるを得ません。奥には農業用モノレールの線路の跡だと思われるものが見えます。こちらは茶畑だった場所だと思いますが、今では耕作放棄地となっているようです。元は繋がっていたレールも今では無残にちぎれていますね。ブレーカーは落ちていました。人の手が長いこと入っていないせいか草が伸び放題です。道路の脇には電柱が倒されたままになっていました。錆びついているのを見るに長いこと放置がされていたようです。それにしてもすごい光景でした。自分の目で実際に見ると、その光景から訴えかけられる何かを感じたような気がします。しかし、先ほどの場所から800メートルほど進んでみると、このような景色を見ることができます。あの山の中は土石流や崩落で、見るも無残な状態でしたが、この景色を見てそれに気づく人はごくわずかだと思います。トンザー峠のような急峻な斜面に幅員が広すぎる農林道、崩壊しやすい地形を十分に考慮しない開設が原因だと思われます。一般的に幅員が4メートル以上ある農道は土砂崩れの危険があります。実際に2013年に伊豆大島で発生した土石流の大災害は、この急峻な地形での幅員が広すぎる農林道の開設が一つの原因であると言われています。このトンザー峠は急峻な地形なので、僕が通ってきた道路の幅員は規定オーバーであったのではないかと考えられます。着工当時は災害の予測など考えずに道路を敷いていたのでしょう。こちらの電光掲示板でも土砂崩れや落石の注意がされています。どうやら先ほど見てきた被害はトンザー峠だけではないようです。そろそろ目的地の釣り場ですが、その前に少し休憩をします。僕が今いる場所は静岡市でも山間部にあたる奥静と呼ばれる場所です。静岡の奥地的な語呂合わせだと思います。自然が美しいのどかな場所です。案内マップを見てみると観光地が多く魅力的な場所であるという印象でした。休憩から戻ると自転車のすぐ横でスズメバチがもぞもぞと動いていました。様子を見てみると終始木にかじりつき、僕には見向きもしませんでした。スズメバチはミツバチのように花に蜜を吸いに行くのではなく、木にかじりつき樹液を吸うようです。しかしこのスズメバチはなぜか蜜の出ないサイクルラックを必死にかじっています。滑稽ですね。1分ほど経つと
さすがに昆虫の頭でも蜜が出ない木であることを理解したようで、飛び去っていきました。それでは目的地の釣り場まで300メートルほど移動します。おとなしく釣り堀で釣りをしたいと思います。ということで、釣り道具一式を借りて釣り堀に挑戦します。今日は平日の昼間ということで、僕以外にお客さんの姿は見られませんでした。実質貸し切りです。実は釣り堀は初体験なのでとても楽しみです。横目で見ていてもわかりますが、すごい魚の数です。こちらに泳いでいる魚はすべてマスのようです。今回僕が選んだプランは1500円で3匹釣れるまで OK というプランです。料金の中にはレンタルの竿、餌、バケツ、ペンチが含まれているので、手ぶらで来ても大丈夫です。まずこの赤いプニプニとした餌を取りまして、針につけます。それからあとは竿をブンブンするのみです。ダメだな。2匹目釣りました。やりましたよ。うわっ、たまれんな。開始から10分も経たずに2匹を釣り上げました。おお。ここで勝利の一杯。先ほど3匹まで釣って OK と言いましたが、僕は小食であまり食べれないので2匹だけにしました。食べれない量を釣ってももったいないですからね。今回僕は釣り堀でしたが、他にもいろんなプランがあり、一日中楽しめるように工夫がされています。オーナーさんは一人で経営をしているようですが、ここに来たお客さんが楽しんでくれるように試行錯誤でいろんなプランを考えているようです。お話をお聞きした際に、いろいろと苦労された話ややりがいを教えてくれました。それにしても一人でここまでやっているとは本当すごいと思います。僕は特等席でマスの塩焼きを待つことにします。20分ほどじっくりと焼き、マスの塩焼きが完成しました。マスは皮の端を泳ぐようなので、筋肉が少なく、身が引き締まっていないようです。そのため、じっくりと焼き、ゆっくりと縮ませることで、身が引き締まり、美味しくなるそうです。でけえ。これで。食べてみると僕が言うまでもなく美味しいです。これも骨ごといけますか？いけるけど、あの骨はちょっと残るよ。ああ、そうなんですね。頭もね、はい、食べちゃうよね。これは食べてみないと伝わらない美味しさだと思います。気になった方はぜひ食べに来てみてください。うん。美味しいでしょ？水槽にはヤマメが泳いでいました。あれですか、下の方の赤い、そうそうそう、あのアマゴ、ああ、赤い斑点もない、ヤマゴ、ヤマメっていうのは赤い斑点もない、あ、あそこの、うん、30センチ超えの大物です、いや、ちょっと予算取らないんだ、ああ、そうですね、縦縞が入ってる。でけえ。ここまでの大きさになると貫禄があります。それではそろそろ帰路に着きたいと思います。2時間ほど滞在しましたが、すごく楽しい場所でした。
また来たいと思います。後からオーナーさんに聞きましたが、土石流のせいで川に土砂が流れ込んでしまい、川魚が住めるほどの水深が確保できなくなってしまったと言っていました。つまり、トンザー峠で見てきたあのような状態がこの地域一帯で起きているということです。20年前の造林や規定オーバーの道路など、環境を無視した工事の影響が今になって返ってきたということでしょう。そのことに薄々気づいているのか、県道210号の有又岡部線の開通は見送られています。実際にあの光景を見てしまったら、山を切り開いて道路を通すことは合理的ではないと誰でも思うはずです。今回のライドの総括としては、人災と天災の違いは誰かが責任を取るべきことかどうかだということ、トンザー峠やこちらの釣り場がこのような現状になってしまったのは明らかに人災であるとも言えます。果たしてこの状況に対してどのように責任を取り改善していくのか、今後の課題になると思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。